おはようございます。カリフォルニア仙人です。皆さんは先日の満月はいかがだったでしょうか。私はね、海に行ってこう星空、満天の星空を眺めながら、こう、いろいろなつや。This like another plane of existence, and it's Well, we're all coming in from all different time space reality to experience this present moment and the present moment that's coming. は冬至ですね。冬至が今度またこのウィンターソルスティスが特別なものらしいですよ。ね、みんな知ってるのかもしれないけど、まず山羊座ですね。山羊座のカスプ、山羊座と水瓶座、山羊座といて座、その両方のこの境界線のところでにちょうどお日様と水星が0度のところで、水瓶座の0と山羊座のちょうど0度のところで木星と土星がです。いよいよですね。で、牡牛座の10時半ですね。22日の10時半。なりますね。